の町。2009年5月撮影レーニール・ファン・ツムは、オランダ東インド会社の社員として、シャムで勤務した後、デジ島のオランダ商館の商館長を務めた人物。ツムは、フリースラントのツムという村で生まれた。父は、フリースラント海軍で官長を務めたマルテン・ヤンツで、ある。商人としての活動は1629年のシャムから始まる。 1643年には、召喚長となり、マラッカのヨハン・ファン・トーイスと、台湾のフランソワ・カロン、ペルシャやコロマンデル海岸の召喚と協力して、貿易を行った。1645年9月25日に、長崎に到着、全民のピーテル・アントニス・ゾーン・ウォーフルト・ワーテルの後を受け、11月30日に召喚長となった。その後、 将官庁に義務付けられた将軍への配越のため江戸に向かった。ツむは12月31日に同僚のオランダ人6名と共に船で長崎を出発した。江戸には2月7日に到着している。2月13日、徳川家光に配越したが、メガネ、拡大鏡、レンズ、薬品などを献上している。前日の2月12日には、大目付。 井上正重と面会しているが、ツムは、オランダとポルトガルとの休戦が成立したことに関して、質問があると予想していた。そのことはすでに通事に伝えてあったが、通事はこれを抜格に伝えていなかった。このため、ツムの予想に反して、話題は1643年に発生した、ブレスケンス号事件に関するものとなった。これは、 日本の東方にあるとされた、金銀島探検に出かけた、ブレスケンス号が、航海の途中南部藩の山田に寄港し、そこで船長のスハープ以下10人が抑留された、事件である。彼ら10人は、オーフルトアーケルト・ヤンファン・エル・セラックによって、釈放されていた。通じの意見では、日本側は、ブレスケンス号上院の釈放に対する謝意の叱るべき、表明、すなわち、 特使の派遣を期待しているとのことであった。さらに、将軍側近の久世広行、牧野近重、江戸財布の長崎奉行、馬場俊重から、ポルトガルが日本に派遣した施設のことを知っているかと尋ねられた。つむは、知っているが、彼らがここまで来る勇気があるかどうかはわからないと答えた。3月8日に、井上は、つむに対し、オランダは、 ブレスケンス号船員の釈放が格別な配慮によりものであることを十分理解していないと述べた。またスペインポルトガルといかなる協力もしないようにとも伝えた。ツムが期待した同輸出の許可をはじめとする単願には答えを得られぬまま3月10日に江戸を経った。ズムとその妻の墓標4月13日長崎に戻ると同輸出の許可が得られたことを知った。この秋、 通事を通して、採算の価格と品質に関する交渉を行い、サオドと板タの輸出が実現した。また、通事から南京が新軍に占領され、帝主流が幕府に援軍を要請したことを伝えられた。あと、幕府は援軍の派遣を拒否している。長崎に南京からのジャンクが2隻入港したが、船員たちは清志に忠誠を誓うことを意味する。 弁発を強要されていた。爆布は、清との通称を認めていなかったため、中国商人は、オランダとの取引を希望した。同年末、爆布は、清との通称を認めたため、この問題は回避された。六百四十六年十月七日、つむは、公認のウィレムフルステーヘ県に商喚長の職を委ねた。三週間後に、日本を離れ、ヨーロッパに戻り、コーンジャムに住んだ。 そこで1648年に結婚し、1654年にはイルストに移った。そこで市議会議員になり、フリースラントの収支を監督する職に就いた。ありがとうございます。